時を刻む美しき時計の針、時計の印象を大きく変える時計の針。現在ではそのバリエーションも豊富で、それぞれに異なる魅力があります。そんな時計の針についてご紹介します。まずはアルファ針。アルファはギリシャ語のアルファベットで一番を意味する言葉で、ひし形を縦に引き伸ばしたようなフォルムが特徴です。次はドルフィン針。針先に行くに従って鋭く細くなるドルフィン針はドレスウォッチに採用されていることが多いです。そして次はペンシル針。針先がペンのような形状のため名付けられました。中央部分に夜光塗料を塗布しやすく、ミリタリーウォッチによく見られます。次はバトン針。先ほどのペンシル針と似ていますが、バトン針の方が針の中間付近から若干膨らみ、先端に向かって尖っています。最後はサーペント針。蛇を意味するサーペント針は蛇行しているかのように湾曲した形状が特徴です。いかがだったでしょうか。気になる方はオンラインスタをチェック。